Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Et aujourd'hui nous allons donc voir la suite de l'aventure qui est arrivée avec la nouvelle mise à jour, et entre autres le combat contre l'arme Ruby. Sur ce, je vais donc vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, en espérant que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. ラオバーン様、暁のお二方をお連れいたしました。おお、来てくれたか。ギムリとの戦場以来だな。また達者な姿を見ることができて何よりだ。あれからのことは暁の報告で聞いてはいるものの、ことが異世界に及ぶとなると我が輩の知識では理解が追いつかん。貴様の口からぜひ詳しくと言いたいところだが、こちらも差し迫った状況でな。それもこの者がもたらした情報によるものだ。よもや紹介する必要もなかろう。また会ったな、エオルゼアの英雄よ。そう警戒するな。こたびは争うためではなく、新たな脅威の存在を知らせるために参ったのだ。ガイウスの言葉に嘘偽りはないだろう。この者はかつて己が侵略し、今や敵国となったここアラミゴにわずか二人の部下だけを伴って現れた。
我が輩も複雑な気持ちがあるのは否定できんが、その覚悟は信じるに値するものだ。ウヌはすでに竜騎士エスティニアンから聞き及んでいるであろう。奴と我が行動を共にしていたこと。我らは帝都魔道城においてゼノスによるヴァリス陛下の殺害を目の当たりにした。そこでこの絵たちに皇帝陛下暗殺の疑いをかけられた我らは二手に分かれて脱出を試みたのだが、その際かの竜騎士は見慣れぬ魔導兵器と遭遇し撃破したという。後に話を聞いた時我は耳を疑った。しかし部下と共に調査をした結果、一つの確信に至ったのだ。アルテマウェポンの後継機が開発されていたとな。アルテマウェポンですって？かつてあなたたちがエオルゼア侵攻に投入したあの？そうだ。愚かにもアシエンにそそのかされ我が再生させた古代アラグ文明の対万神兵器。その末路は知っての通り、目の前の英雄によって撃破された。あれは元はといえばアラミゴの遺跡で発掘されたもの。後継機など作れようはずもないと思っていたが、密かに研究が行われていたようだ。さらに調査したところ、新たなアルテマウェポン計画は第七軍団によって行われていたことが判明した。第七軍団といえば5年前のカルテノーの戦いで壊滅したはずじゃ。軍団長のネイルも戦死したはずでしょ。いかにも。かの軍団は総崩れとなり、生還者はわずかだった。現在の第七軍団は後に再編されたものでほぼ別組織だ。しかも再編後も軍団長の戦死や更迭が繰り返されてな。今や何者が計画を進めているのかすら不明だ。確かなことは複数の試作機が開発されており、うち一機がエオルゼアに向けて解き放たれようとしていることのみ。我らはこれを阻止しようとしたが、その圧倒的な戦闘力を前に足止めをするのが精一杯でな。ひとまず撤退し、エオルゼア側に危機を知らせることとしたのだ。やっと戦況が落ち着いてきたところなのですが、新たな火種が迫っているのです。知らせを受けてエオルゼア同盟軍では改めて国境地帯ギムリトの防備を固めると同時に迎撃作戦の検討に入った。貴様を呼んだのもそのため。アルテマウェポンと戦い撃破したことのある貴様に迎撃部隊への参加を願いたいのだ。無論これは無理強いできることではない。暁の仲間たちが厳しい状況にあるともなればなおさらな。だがもしも参戦の意思ありということであれば、ぜひ解放軍の将校に声をかけてもらいたい。我はアシエンを借り尽くすことに執念を燃やしていたが、こたびの件からも浅からぬ因縁を感じている。捨てたはずの過去に
決着をつけねばならぬようだ。一度は刃を交えたことのある我が参戦を求められる立場にないことは承知している。がうぬが力を貸してくれるとなれば、これ以上なく心強い。私も国境地帯へと向かい、微力ながら後方支援をさせていただきます。アルテマウェポンの後継機は確かに大きな脅威よ。でも切迫した状況を前に賢人たちを呼び戻すことも大事。第一世界へ行き来できるのはあなただけだしね。どちらを優先させるかはあなたの判断に任せるわ。